ました。たくさん。どうも。よあ。白く細い指を俺の侍に見せますか。どうした。さあ、はい、はい、カット。来ました、来ました。あ、あ、はい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 はあの現場で先生って呼ぶことが多かったんですけど、あの気づいたら私がもともとそうなのかよくわからないんですけど、かの子の時はなんかこう先生を呼ぶ時に先生いってなんかちゃんと今でを言ってしまうっていうのが、なんか気づいたら月城かの子でやってる時は先生とかじゃなくて先生いって言ってしまうのがすごいなんかこう身に染み込んでいて、なんかそこはなんかこう自分がこう気にしてこだわったポイントではないんですけど、月城かの子として出てきてた先生の呼び方がそれだったので、なんかこう気づけばこだわっていたポイントになっていたのかなと思います。あの本当に現場を盛り上げるのが上手で、本当に優しくってすごいいい人で、なんか城田さんが現場に来ると現場が一気に明るくなるんですよ。こうなんか黄色くパッと本当にひまわりが咲くみたいな、本当にそんな方で、一緒にそれこそ加賀谷先生とは全然真逆なんですけど、でもそんな中でもお芝居になるとパッと切り替えて加賀谷咲くっていうモードに入るので、もう切り替えも早いし、でも主演としてのあのそのもうなんだろう、現場盛り上げたりとか言い方とかっていうのは本当に尊敬する俳優さんだなと思いました。今回3人の、まあ、あのかの子の妄想のおかげで3人の女性と、まあ、ラブシーンみたいなのがありまして、うん、まあそうですね、ミュージカルでいつもラブシーンとかは多いので、基本キスシーンは必ずあるような感じなので慣れてはいますし、そのただやっぱり映像でそのあのカットってかかった時にどうしたらいいかっていうのが今でも全く分かんないですね。舞台だとね、そうちゃんとそのまま次のシーンに行くんで勝手にその感覚は消えていくんですけど、いきなり「はいカット!」ってなった時にこう どうしたらいいんだろうみたいな、いや慣れないですね、ちょっと、うん、なんかカットってなった瞬間が一番恥ずかしいですね。芝居してる時はいいんですけど。葵は表参道高校というあのドラマの時に僕の生徒だったので、まあ本当最初はどうしたもんかなというか、あんまりちゃんとこう1対1で話したこともなかったんで大丈夫かなと思ってたんですけど、逆に驚いたというか安心したというか、まあ本当に撮影の初日からすごくスムーズに役として向き合うこともできて、プライベートのこともその空き時間は役の話とか関係ないところの普段の
話もしっかりできて、相手役としていいコミュニケーションが取れたんじゃないかなと思ってますし、まあ強いて言えば僕がすごくうるさくしてたので、まあ彼女が嫌気がさしてなければいいなと思います。月城かの子っていう26歳恋愛経験なしの女の子がひと夏の恋を終えて大人になっていく成長ラブストーリーです。ぜひご覧ください。文学処女、僕自身非常にドキドキしながら読ませていただいた作品ですが、そうですね、非常に新しいというか、僕はこの感覚のドラマを今まで見たことがないので、実際どういう風に仕上がっているのかもわからないですし、自分の芝居がどういう風に見えているのかっていうのも自分もドキドキワクワクしながら見たいと思います。ぜひ視聴者の皆さんも新しい感覚の、この恋愛ドラマ、ドキドキワクワクハラハラ、することでしょう。セクシーなシーンにもご期待ください。